武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学文化構想学部の2016年の入試について話していきたいと思います。まず問題の傾向については大きな変化は特になく、例年通りの対策でいけるという形になってました。まあ、その例年通りの対策についてですが、基本的に、まあ、特に文系の科目の中でも英語語と国語ですね、この2つがまあ割と読解問題が非常に多めで、短めの文章込みで考えるとやっぱり文章の量はトータルです非常に多いっていう構成になってて、まあ読解重視であるというところですね。でなのでそのスピードっていう部分が非常に重要になってくる。でさらに要約力ですね、内容を、まあ、即座に把握できる能力がかなりいるので、まあ、そのあたりを鍛えていく必要があるという問題です。では科目ごとの話に入りましょう。まず英語に関してですが、まあ、大問5題で1つが要約で1つが会話文で、まあ、基本でも長文を含む形で、他の問題は全て、まあ、短めなものを含めて長文になっているという形ですね。で空所補充だったり、まあ、内容、読解だったり、まあ、そのあたりの問題が中心にはなるんですが、文章も難易度は、まあ、早稲田レベルの参考書をしっかり終わっていれば十分対応できるレベル、なので、まあ、重視されるのがやはりポレポレだったり、あとはその長文が問題の数自体が多いので、まあ、そうなるとリンガメタリカみたいにさまざまな文章で、対応できるような、ものをやっておいた方がいいので、まあ、このあたりを仕上げていくのが、大事かなと。で要約に関してですが、まあ注意したいのが、そもそも日本語で要約ができるのかという点ですね。まあ、ここの問題自体は英語で要約をするという形の、問題なんですけれども、ただその表現するにもそもそも自分の中で要約自体ができないっていう状況であると、英語でそれをさらに書くっていうのは難易度高いんで、まあ、まずは例えば現代文読解の開発講座などを使って要約の練習をした上で、まあ要約用の参考書とか英作文やって、まあ、練習するという形でやるのがいいんじゃないかなというふうに思います。でやはり、ここの文章、入試問題の時間内で、まあ、終わらせようと、思うとですね、まあ最初のうちは下手すると、まあ、1.5 倍から2倍ぐらい時間かかってもおかしくないぐらいの量、なので、まあ、最初のうちはゆっくり丁寧にやっていって、どう読めば解けるのかっていうコツをつかむ、その上で時間内で終わらせ練習するという形でやっていくと、いいんじゃないかなというふうに思います。はい、で続いて国語ですが、大問が3題出ていて、まあ、大問1で、まあ、現代文の問題、評論ですね、評論と文語文がそれぞれ1題ずつ、そこまで文章は長くないものが出る。で第2問で評論が出て、第3問で言語間の、まあ、融合問題というか、まあ、いろんな文章のミックスという形の総合問題みたいな形で出てくるんですけれども、となってて、分量からすると非常に多いですね。で文章そのものとか聞いてくること自体は、まあ、早稲田レベルで考えたらまあ標準ではあるんですが、時間内に終わらせることを考えると難易度は上がるという形ですね。でやはり英語と同じくさまざまな文章に対応できないとちょっときついかなという形になってます。まあ、なのでまあ、入試生鮮問題集の現代文だったりとか、あのあたりをやっておいた方がいいかなと。であと、まあ、文語文対策の参考書もまあやっておいた方がいいかなとは思います。まあ、寸大から出てるやつなんかで近代文語文の参考書あるので、まあ、このあたり仕上げておくのでいいのかなとは思うんですけれども、まあ、で言語間の融合問題に関しては、まあ融合というよりは単独でそれぞれ独立して問題聞いてくるので、まあ、そこまで融合だからどうこうっていう、まあ、慣れとく必要はありますけれども、まあ、言語間それぞれができれば問題なくいけるかなというふうに思います。であとは割とここ知識問題、まあ、文学史だったり漢字とかもしっかりやっとかないといけない問題が出るので、このあたりもちゃんと対応できるようにしておきましょう。はい、続いて社会ですが、まあ、どちらも割と言えるのは、まあ、正誤問題なりテーマ文化史などちゃんと押さえておく必要があるということで、資料集ですねとか年号、あと、まあ、教科書用語集など、まあ、トータルでいろいろ使っていかなきゃいけないという形になります。でただ聞いてくる知識自体はそんなに難易度が高いわけではないので、一問一答とかを一冊しっかり仕上げていれば知らない用語がまあ、あまりなくなるんじゃないかなというものですね。ただ一問一答の用語さえ分かっていれば解けるというわけじゃなくて、その知識をもとに、教科書とか用語集とか資料集ちゃんと、組み合わせて使って、まあ、どういう聞かれ方されても対応できるという形でやっておく必要があるかなというふうに思います。で
まあ、まずなので基礎知識叩き込んだら、その後はテーマ詞、だったりですね、正語っていう、やり方でそれぞれ対応するということをやっておくと、いいんじゃないかなと思います。で、紛らわしい用語だったりとかの区別をちゃんと、しておかないといけないかなという形ですね。なんとなくふわっと覚えてるぐらいだとダメで、どっちだっけみたいに悩むようなことを聞いてくるの問題が割と多いので、そのどっちがどっちで、どっちがどうで、もう片方がどうみたいな、区別はちゃんとつけられるように練習をしておきましょう。はい、以上が、早稲田大学文化構想学部の入試の問題となります。